もうこの先には砦しかないですもしかしてキャプテンさんはうん奴らにさらわれた可能性が高いそれならいる場所は砦の中砦って私とキャプテンが連れてかれようとしてた場所だよなんでかは分かんないんだけどし二人とも隠れてください 後退の時間取り手の巡回兵そんなに近づいていたとはこの先はナイトトルーパーが大勢います倒して進んでも大騒ぎになるだけですううどうしたらいいのここにもいない。 リロ、ちょうどいいちょっと聞きたいことがあるな,あなんじゃキャプテンのならわしは知らんぞキャプテンじゃなくて桜子見なかったずっと探してあるんだけどどこにもいないあなんじゃそっちかお主、桜子と喧嘩しているそうじゃの アイドル失格じゃとか桜子が言うておったふんそういうことじゃないんだけど桜子ふん困ったうーんん確かに桜子には困ったもんじゃ危うく キャプテどのが那覇とに呼び出されたことを桜子に言うてしまうところじゃったわいあキャプテンが那覇とにはっい今の聞こえてしまったかなバッチリ千穂ちゃんがお取り役するなんてお姉ちゃんとして絶対に許さないわ と関係ないじゃない大体いつもいつも過方が過ぎるちょちょっと2人とももう少し声を落とした方がお弟子、ね、にお取りしますねと思ってるのんか、ね、ん誰かいるのかあっちゃ 最初からこうしてれば良かったですねでも倒して進んでいくのは目立っちゃうんじゃ目立たない方法がありますからでは始めましょうかさ、桜子さんちょっと一緒にあっちの方へ行きましょう、ねえちーちゃん一人にしたら危ないよ まあまあまあ、うん、この辺りまで離れれば大丈夫なはずですえっとところで桜子さんはどんなアイドル活動をしてるんですかうんえっとね本当はまだアイドルの卵なのでもねユニットを組んでいやいやいや の方から聞こえてくるけどああ気にしないでくださいねへえユニットですかその方もオルタナなんですかうん同じフリージアドッグのヒュインゴっていうんだでももうユニット解散するかもだってねえみゆき聞いてよ 最ケンカしてばっかりでさ役立たずの兵隊さんあなたの存在意義最後に証明できて<笑><笑>よかったですね <laughs> みみゆきあのさちーちゃんってもしかして怖い人 敵にはちょこっと厳しいだけで、普段は優しいから気にしないでくださいね。ふぅ、朗報です。キャプテンの居場所も、砦への抜け道も教えてもらいましたよ。